どうもこんにちは、ミカスです。クロックスなんですけど、自分ね、前にも動画でやったんですけど、毎年クロックスを買ってまして、クロックスが好きなんですよね。好きというかですね、まあ、こういう仕事してるとで、あんまり靴履かなくなるんですよ。主にクロックス、まあ、その他サンダル、ね、靴あんま履かなくなるんで、まあ、クロックスをすごい酷使してるわけなんですけど、今使ってるやつがね、もう後ろがツルツルになっちゃって、雨の日コンクリートの上歩くと滑ってね、転んじゃったんで、あ、ダメだ、買わなきゃっていうことで、2017年モデルのね、クロックス導入してみました。まあ、今日ね、結構ね、どうでもいい話なのかもしれないんですけど、クロックスっていろいろ種類あるじゃないですか。クロックス、クロッグとか、クラシッククロッグとかね、まあ、その形が微妙に違うんですよね。で、今回自分が導入したのが、フロントコート、クロックスのフロントコートっていう、まあ、タイプになるんですけど、なんかね、そのクロックスのモデルってモチーフとなるものがあるっていうことなんですよね。で、このフロントコートっていうのはバッシュです。バッシュ、バスケットシューズ、バスケットシューズをモチーフにしたデザインだということみたいなんですよね。で、このカラーがね、2017年カラーっていうことなんです。まあ、いつ出たのかよくわかんないんですけど、結構ね、黒に赤って自分好きなんですよ。で、これ黒赤なんでね、いい感じですよね。で、そこがね、ちょっと分厚いんですよね。で、なんかもう横から見るとこうちょっとバッシュ感バッシュ感、まあ本当のバスケットシューズもうちょっと違うんですけど、なんかバッシュ感ありますね。こうステッチが入ってたりとかね、こうちょっとソール厚いよ的なね、グリップするよ感があるんじゃないでしょうかね。こうクロックスと入ってて、で、このね、ここにもね、ちゃんとロゴ入ってますね。で、中も赤いと、イボイボ付きで、で、裏の方がこんな感じでございます。なんかね、こういう感じがね実際サンダルでそんなね、そんなキュッキュッっていうね、グリップは発生しないんですけど、まあ風ということでね、ちょっとだからあんまり見るところじゃないんですけど、ちょっと裏もかっこいいといった感じです。はい、質感こんな感じです。無駄に高画質ですけど無駄に高画質で撮ってますけどね、イボの感じ、こうね、横から見た感じ、ステッチの感じ、裏面の感じね。この動画なんだろうな、一体クロックスの紹介動画ってあんまないんじゃないと思うんですけど、はい、そんな感じでですね、まあ、クロックスを毎年ね、買い替えてると。まあ、もしね、クロックスいろんな種類があるってあまり知らない方、このね、フロントコートちょっとデザインかっこいいんで、ね、色もまあ他にもあるんですけど、この色使いとかも結構かっこいい感じなんで、興味ある方はね、参考にしていただければと思います。まあ、ちなみにですね、まだ部屋の中でしか履いてないんですけど、フィット感最高です。クロックスってね、柔らかいんで、まあ、使ってるうちにね、自分の足に馴染んでくるんですよね。これちゃんとね、かかとこうやってやれば、走ってもね、脱げるってこともないし、車運転する時もね、ずれて困るってこともないんで、もしね、クロックスまだ履いたことないよ、持ってねえよそんなのっていう方は、クロックス一度ね、履いてみてはいかがでしょうか。結構ね、バッタモンがいっぱいあると思うんですけど、やっぱりね、バッタモンと本物だとね、値段が全然違うんですけど、履き心地も全然違うんで、自分がね、毎年新しいクロックスを買ってるっていうのもね、あ、なるほどねって分かっていただけるんじゃないかと思います。ということで、今日はクロックスの、フロントコート、ね、の紹介でした。以上です。じゃあいいね。
さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。